まあ選手たちはね、本当に必死に戦ってくれたと思ってるし、その中で、最後のね、フィニッシュ、もしくはその一個手前のところの精度がちょっと足りなくて、得点を奪えなかったんですけど、最後の時気持ちにしてね、まあ、最後の一の勝敗というか、勝ち点3というかし、選手たちは本当に頑張ると思います。雰囲気は非常にいいので、本当に今日勝てばね、この一気になるので大丈夫で、まあ、ただこれで終わりではないので、次、本もね、別に、また知りたいです。絶対落とせないと高いので、必ず注意したいと思います。